それではただいまより定例記者会見を始めます。本日発表事項4件を市長より一括して説明申し上げます。はい、おはようございます。今日は4件発表させていただきます。まずはシルバーパスポート制度の見直しに関する、お知らせです。この9月議会で、シルバーパスポート制度の見直しについて、議会でご承認をいただきまして、いよいよ新しい制度の、発足に施行に向けて準備を進めてまいります。今回のこの制度の見直しですが、もともとの現在の制度というのは、バス飯坂線の運賃を75歳以上の高齢者の方々に全額を支援するというものであります。しかしながらこの制度は市内でも公共交通がこのようなバス飯坂線というのは限定されますので、実際に使っておられる方は利用者の全体の3割に過ぎませんでした。それから、これをですね、今後高齢者が増えていく中で持続可能な制度と公共交通の維持確保の必要性と、こういったことが迫られておりまして、今回公平で持続可能な制度にするということにしたものであります。でポイントは3つあります。1つはタクシーを選べるということです。市としてはこれまでバスの社会実験とか、あるいはオンディマンドバス、あるいはボランティア運送といった多様な運行の仕組みを各地域で取り組んできましたけれども、なかなかこの全地域にですね、公共交通を張り巡らすことは難しいという状況になっておりました。このために一番利用しやすい制度としてタクシーも今回入れることにしました。一方で無制限に利用できる制度というのではですね、これは財政的にも大きな負担になってまいりますし、一方で本当にこれタクシーまでもし無制限だとこれ大変なことになります。でタクシーが上限ありで、一方でまたバスは無制限というのも、これまた利用者間の不公平感につながりますので、等しく年間2万円までという上限を設けることにいたしました。ちなみに現在のこの使われている3割の方のですね、8割は年間2万円以下という状況でありまして、お方はその範囲内に収まるということであります。そして2つのパターンを設けて、それを高齢者の皆さんのその利用の意向に応じて選択をしていただくという形になります。で2つのパターンというのは、1つはバス飯坂線とタクシーを併用するパターンで、これはそれぞれ上限が1万円という形になります。それから従来通りのバス飯坂線だけというパターンもありまして、これは年間2万円まで利用できるというものであります。で今後の利用の仕方ですが、まず、バス飯坂線に関してはご利用いただける方には1万円あるいは2万円の上限で全てカードをお送りしますが、乗るときに、こうピッとですね、読み取り機にタッチをしていただいて、そして降りるときにまたこのカードをピッとかざしていただければ、残高がある限りにおいては、お支払いの必要がなく利用できます。そして今回上限を設けますので、もし上限を超えてしまうと、不足が出てしまいますので、その不足分に関しては、ご自分で、キャッシュまたは他の仕組みかなんかで、お支払いをいただくという形になります。一方タクシーに関しては、これはマイナンバーカードを使います。そして、乗るときにですね、運転手さんも聞いていただけると思いますけれども、マイナンバーカードを伝えることを運転手さんに伝えていただいて、そして降りるとき、精算のときにですね、助成券を何枚使うかということをお伝えしていただいて、運転手が差し出す読み取り機にカードをマイナンバーカードをタッチしていただくと、そうするともうそれだけで処理は済みますので、負担こう面倒な操作なくご利用いただけるということであります。そして足りない差額分はですね、
別の方法でお支払いをいただくということであります。そして今回タクシーの方はですね、一回これまた無制限で使うというよりは、できる限り我々としても多くの外出機会の際に、ご利用いただけるようにしたいということで、上限といいますか、利用できる、制限を設けます。1000円以下の場合は1枚利用、それから1000円から1500円まではですね、1001円からか2枚まで、このようにですね、最高4枚までということでありまして、その点では4枚使われる方でも2000円までですから、5回はタクシーでご利用いただけるというものであります。またこれは1回のタクシーの利用に使えることになりますので、例えば高齢者の皆さんがですね、集まってどっかに行くという点であれば、もしいつも3人で利用されればですね、これの3倍分使えますので、そういった面でのメリットはあろうかというふうに思います。そして今後の我々の段取りあるいは進め方でありますが、今日から自宅に申請書を郵送いたします。そして対象者の皆さんには利用方法を選んで申請をしていただきます。一つはまた電子申請でありまして、QR コードから申請案内ページにアクセスしていただいて操作いただく。それからあと郵送の方法でありまして、こちらで申請をいただくというものであります。で、当面の期限として10月末日までにしております。で、これはこちらに書いてあるようにですね、新しいシルバーパスポートを年度内に確実にお届けするための期間でありまして、できるだけこの期間内に申請いただいて、新年度早々から使えるようにしていただきたいなというふうに思っております。で、なお11月1日以降も申請は可能ですが、ただお送りできる時期というのはこの年度内に収まらない可能性がありますので、その点はご了承いただければというふうに思います。そしてタクシーを利用される方についてはですね、マイナンバーカードへタクシー利用の登録が必要です。で、申請をまずタクシーを使いたいという申請をしていただいたら、市から、タクシー利用の登録をするための案内はがきを送付いたします。そしてそれが届いたら、登録のための窓口を予約していただくという形になります。今回マイナンバーカードにそのタクシー利用するためのシステムを入れ込まなきゃいけないんですね。で、これはさすがに遠隔操作ができなくて、高齢者の皆さんにマイナンバーカードを持ってきていただいて提示をしていただかないとちょっとそれが挿入できません。そのために窓口の予約をしていただいて置いていただくということになります。ちなみにタクシー利用の登録はこの市役所本庁舎、それから6つの支所、清水、北新、飯坂、松川、忍、東で行います。オンラインまたは電話で登録窓口を予約していただければと思います。そして窓口に来ていただければ、大体10分ぐらいでそのシステムの挿入は済みますので、簡単に済んでしまうというものであります。で、なお代理人による申請も可能です。その場合は代理人の方の身分証もご持参をいただきたいということであります。そして議会でもマイナンバーカードを持ってない人どうするんだというお話がありました。で、マイナンバーカードを今回利用するのはですね、当然例えばタクシーチケットであれば高齢者以外の方も、ご利用される、そういった懸念もあるわけです。その点ではやっぱりそういった不正利用を防ぐためにも我々今回マイナンバーカードにしますし、今後の継続的な送付事務もですね、こちらの操作だけで完了しますので、そういったメリットもあるということでマイナンバーカードをやっておりますが、それ以上にですね、高齢者の皆さんには今後マイナンバーカードは
本当に必要になってくる数だと私は考えています。ちなみに今福島市ではマイナンバーカードを活用した救急搬送の実証実験をやっています。で、そこでマイナンバーカードを提示いただくと、高齢者の皆さんの病歴が分かって、で、その診療内容に応じて救急隊が適切な病院に搬送する、あるいはそれを見て救急隊がまたその病歴をに配慮しながら救命措置を施したり、あるいはその搬送先の病院で、救急医療のための準備をしていただくとか、まあ、こういった面も出てくるわけでありまして、やっぱりこういったものはマイナンバーカードではないと出てきません。ぜひマイナンバーカードをこの機会にこのタクシー利用を選択したいという方は登録を取得をお願いしたいと思います。そして今後の予定でありますが、今日チラシを発送を始めまして、そしてコールセンターも今日から市で開設をいたします。そして、市のホームページの特設ページも開設 しておりますので、まあ、高齢者ご自身がご覧にならなくても周りの方に見ていただいて内容をお伝えいただければありがたいなと思います。そして市政だよりなどでの広報を10月から始めますし、10月7日からはですね、全18箇所で地区ごとの説明会を開催をいたします。そしてこの際にマイナンバーカードを持っていない方にマイナンバーカードの取得申請をしていただけるように我々としては窓口も開設をいたします。そして11月からはですね、先ほど申し上げたマイナンバーカードにタクシー利用のための仕組みを挿入する取り組みを始めて登録窓口を開設をいたします。そして3月にはですね、バス飯坂専用の新しい IC カードを輸送して、来年4月1日から新制度スタートという形になります。事務局はこちらの電話番号になりますので、何か疑問があるときにはこちらの方におかけいただきたいというふうに思います。1点目は以上です。続いて2点目です。再開発エリアにこの度議会からの議決もいただきまして、どこに行ったかな、町中にぎわい駅前にぎわい広場が運用を始めます。これは9月の補正予算に我々盛り込んで、9月の議会の初日に審議をしていただいて予算を認めいただきました。でその後市では準備を進めてまいりまして、いよいよ10月1日からお使いいただけるというものであります。でこれはあくまでも再開発事業が着工するまでの間でありまして、まあ、およそ令和8年再来年の2月までですね、これを予定している暫定利用という形になります。まあ、時間的には、朝の7時から、夜の9時までということであります。場所はこちらになりますね。はい、でこちら側がこっちが駅で方で、隣が県立医大という形になります。で利用料は無料という形にいたしますが、本当にこれ期間限定で、かつ市でも、この、再開発の事業費に関してもですね、非常に今厳しい状況の中で取り組む中で、できる限り予算は節約をして、この広場の開設を進めてまいります。そのために、使い方がちょっと、ひどくて、それで原状回復が必要な場合は、それは利用者の皆さんに負担をしてやっていただくということもありえますので、ご了承いただきたいというふうに思います。そして設備としてはイベントだけではなくて、日常的な休憩とか飲食にも使いたいと思ってまして、今後これも予算節約で廃材を利用したり、あるいは学生の皆さんにお手伝いをいただいて、既存のもののリメイクをして、こちらに椅子テーブルなどを出したいというふうに思っています。
それから電気水道設備もありますが、あとは10月に18日にですね、北見市の社会実験を用意しておりまして、まあ、そこでまた参加者の皆さんに、暫定的なテーブル、暫定的というかテーブルなんかを、作っていただくんですね。でそれもこちらには持ってきて、使うといったことを考えています。でただこれをやるにはちょっと時間がかかって中旬以降という形になります。そのために市民の皆さんにご協力をお願いしたいんですけども、広場に設置する木製のベンチとかテーブルなどをですね、お譲りいただけるものがあったらお譲りいただきたいなというふうに思っております。我々としてはできるだけ公費での予算は節約をして、市民の皆さんの協力のもとにこの広場の活用を進めていきたいというふうに思っています。そしてこのご協力に関しては別途ホームページや SNS でお知らせしますので、まあ、ご覧いただいた方はできる限りご協力をお願いいたします。そしてまあ利用のイメージですけど、まあ、日常的にはベンチでの休憩や飲食などに利用して、お昼にはキッチンカーなども出ていただく予定にしています。またイベント利用する場合は駅前通りとか周辺の広場などでこれまで開催されてきたイベントの拡充とか連携と、まあ、ここだけでやる場合でも結構なんですけども、まあ、そういった形でですね、イベントのご活用もお願いしたいと思っています。そして社会実験などとも連携をしてまいります。で当面これまでもちょっと呼びかけておりまして、まあ、まずは福島の秋祭りですね、連出しでもお使いいただくとか、のみの市、軽トラ市、町コス、子ども王国と、まあ、こういったことで今、利用の意向をいただいておりますが、まあ、今後使ってみたいという方はですね、この申し込みのこの QR コードから、申請をお願いいたします。2点目は以上です。続いて3点目です。これも10月1日からスタートいたします。高齢者の新型コロナウイルスの定期予防接種であります。今回の目的は重症化リスクが高い高齢者などの重症化予防ということで実施をいたします。対象は65歳以上の高齢者、それから60歳から64歳で、まあ、このような、機能とか、障害のある方という形になります。接種の時期は、10月1日から1月31日、まででありまして、期間外の接種や2回目の2回目以降の接種はこれは定期接種ではなくてご本人の任意接種という形になりますのでご注意ください。そしてこの定期接種に位置づけられるものはですね、接種費用が自己負担額2100円という形になります。まあ、生活保護受給者は無料ということでありますが、国の基準ではですね、1回あたり1万5300円という形になっています。で市では、まあ、国の助成などもありまして、それを活用して約1万3000円程度を助成し、自己負担は2100円という形にしております。予約はそれぞれの医療機関で直接お申し込みをいただきたいと思います。今後市政代表などで周知をしてまいりますが、これはもう定期接種ですので、まあ高齢者のインフルエンザと同様に個別にご案内とかは差し上げませんので、まあその点では新聞報道とかそういった形でお知り置きいただきたいと思います。で使用ワクチンはご覧の5種類でありまして、医療機関がどこ何を使うかというのはこちらも把握しておりませんので、それに関しては各医療機関にお問い合わせをいただきたいと思います。で他のワクチンとの接種間隔でありますが、基本的に制限なしという形で、医師が特に必要と認めた場合は予防接種も可能という形になります。でなお毎年実施しております高齢者のインフルエンザ定期予防接種ですが、こちらも同じ時期に実施をいたします。まあ、福島市では1回あたり、これも全体費用の3割相当ということで1500円
で、接種いただきます。あ、こちらそうです、これですね、はい。で、あと接種を考えられる方はですね、まあ、こういつもの、流行パターンなどを考えますと、12月中旬までには受けることが適当ということですので、まあ、お早めに、お受けいただきたいというふうに思います。まあ、もっともあまり早すぎるとですね、後で効き目がなくなってしまうかもしれませんが、はい。で、続いて4点目になります。多文化共生センターユイバースがオープン1周年を迎えます。これまでの利用概要をお示ししますと、昨年の9月30日にオープンをいたしました。これはですね、コロナから明けると人材不足などがもうこれが深刻化してくるであろうと、で今後外国人の皆さんにもしっかりと本心に定着いただいて力になってもらわなきゃいけないということで、外国人の孤立を防ぎ、外国人同士や外国人と日本人の交流を促す場として市独自で設置をいたしました。これまでの利用は今年の今月の17日まででですね、1万619人ということで、月平均885人、外国人の割合は若干少なくて 16% という形になっています。予約なしで無料で入場ができますし、ソファーとかカフェスペースを有して、またお祈りのスペースですね、ムスリムの皆さんなどにも配慮してこのようなスペースもしてますので、気軽にお使いいただいている状況です。そして、一番の目的である孤立対策については、日本での生活に不慣れな方へのサポートを実施して、毎週火曜日には生活相談窓口を設置をしています。で、具体的な相談内容なんていうのはこんな形で孤立化を防止しているということです。それから外国人の方、あるいはというか外国人の方のまず日本へのこの理解とか、あるいは定着に関連したイベントとか、あるいは日本人との交流できるイベントを多数開催をしておりまして、日本文化体験、あるいはグルメイベント、生活支援イベント、1年間で合計82回開催しています。その点では毎週1回以上開催している形になります。そして新しい機能として開設後に強化した部分があります。それは給食サポートでありまして、まずは外国人向けの履歴書の書き方とかビジネスマナー講座などを開催して、留学生など20人が参加してくれて2名が就職しています。それからやはり外国人が職を探す、そういったところがわからないという声がありまして、そこで市では外国人求職サポート窓口というのを設置をして、希望職種などをカウンセリングをして伴走型支援を実施しているということであります。これは最近作ったんですが、早速9人ぐらい相談に来ておりまして、まだ就職には至ってませんが、それなりに反響があるのか、なと思っています。こうした運営を進めてまいりましたが、今回1周年を記念して、10月6日、午後2時から6時まで、簡単なティーパーティー手作りで、開催をいたしますので、外国人の方も、それから外国人と交流したいという日本人の方もぜひおいでいただいて、体験いただきたいなというふうに思っております。私からは以上です。ただめの発表事項4件について質問を受け付けいたしたいと思います。質問のある方いらっしゃいましたら挙手お願いします。はい、民放さん。あ、民放さんどうぞ。はい、福島民放の近藤です。ご説明ありがとうございました。
東口のエリア の、 あの利用の関係でお聞きします、はい、と1日から利用されるということで、すみません、あのどうしても私立教の方から再開発エリアを見ることが多くて、はい、あの隣 の、 その利用される隣とかはだいぶ地下も掘られてたりとかっていうところがあると思います、はい、でもちろんあのフェンスとかで区切られてる区切られてはいるとは思うんですけど、はい、そういう安全確保とかそういう面っていうのはどういうふうに意識されているか。そうですね、あの当然フェンスとかでやってますんで、まあ、基本的にはそれを突破する人はいないという前提でやってます、はい、ありがとうございます。あ、これはあのベンチとかあの設置されたら今の街中広場みたいな形で誰でもそこに入って自由に使えるというか、もう基本的に10月1日から誰でも入れます。入って、はい、自由に使えるということでよろしいでしょうか。そうですね、自由に使えるというか、まあ、何もイベントとかで使ってなければ、はい、ということですね、はいはい、ありがとうございます。あと今ほどのユイバースの関係なんですけれども、市長も今おっしゃったその外国人の利用が 16% ということで少ないというお話ありましたけれども、これ現状 どういうのがそういうふうにこの 16% というか、まあ、なかなか皆さん出てこないという面もあるんだろうと思うんですね、うん、はい、あの実はこれ、開設した時には僕は実言うとあまり多くてびっくりしたんですよ。100人以上ぐらい実は外国人の方いらっしゃって、あとは口コミで広まってきたりもしてるんだろうと思うんですけど、まああの、もう少しこちらに来るってこと自体が浸透して使っていただけるといいなとは思ってますけど、はい、広がるためにこれからどういうふうなところを力入れていくとかそういうお考えは、というか、まあそこの辺はむしろみんなで作ってもらう、市がいろいろ作るというよりはみんなで付け休みものにしていただくのが一番いいかなとは思うんですね。結構ね、あの国によってまた遊び方が違ったりしますから、あのそういったことを全部我々が網羅するっていうのははっきり言って困難で、まずは自分たちでやっていて楽しいようにまず作ってもらえるとありがたいなと思っています、はい、まあ、ただ今申し上げたように孤立対策というのをまず一つメインにしてて、そこは日本社会にこう馴染んでもらうような、あるいは福島の社会にですね、そういった取り組みは進めますし、それからやはりあの留学とか終わってもやっぱり福島で働きたいんだと言っても、なんかそのどこでどういうふうにして仕事見つけていいかわからないなんて声があったんで、このような取り組みをしましたけど、進めてますけども、まあやはりしっかりとしたこういう機能をですね、こう発揮していって、その上であの外国人の皆さんに認知いただけるようにするというのが一番大事だろうと思っています。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、河北さん、河北さんお願いします。あの河北新報社の氏家です、はい、あの東口再開発エリアのにぎわい広場についてなんですけども、はい、あのまあ利用期間は1年半年くらいということで、ちょっと改めてこの暫定の措置をあのまあされたご理由と、あと期待されることについてあのお願いできればと思います。そうですね、あのやはり、ここの広場をやっぱり使って広々としたイベントをやりたいとか、そういった市民の声があって、まあ、我々に要望もされておりました、まあ、その点ではあのいずれあの大屋根広場という形で我々も提供していきますので、まあ、そういったあの大屋根広場ができた後の使い方のイメージ作りも含めてですね、今からこういうあの取り組みをしていった方があの当面の活性化にも役立つし、その後の役にも立つんじゃないかということで、あの今回これを実施をいたしました。まあ、ただ本当にこれあくまでも1年半ぐらいの暫定なので、できるだけ、公費は使わないということを徹底させてあの進めていきたいというふうに思っています。まあ、あのとにかくこの看板を移動させるだけでもかなりの金額が実はかかってしまいますので。わかりました。はい、続いて、はい、福島中央さんお願いします。すいません、福島中央テレビの川上と申します。あの続いて再開発エリアのことだったんですけれども、ちょっと確認で、これいわゆる固有名詞はもう駅前にぎわい広場ということで確定でよろしかったです。はい、あの暫定のものですけど、そういう名前で使っていきます。わかりました、はい、であとあの木製のベンチとテーブルなどをお譲りくださいということなんですけれども、はい、現時点で設置についてはどういうような状況になってますでしょうか。まだ設置できるものとかはあるとか。ありません。あ、特に、はい、これから集めるという認識。そうです。だからここにあるように、今後我々が予定しているのでは、まず確定しているのはですね、
10月の18日に鉾道社会実験というのをやって、自分たちで今度ベンチとか作ってもらうんです。そういった作ること自体が一つ のイベントという形でやるんですけども、それをそこだけで終わってしまうのはもったいないんで、それをこちらに持ってきて使います。それから廃材がいろいろありますね、丸太とか、あるいは学校で古くなったものとか、そういったもので使えるものはこちらに持ってくると。であとはその学生さんなどにも協力いただいて、使えるようなものをちょっと リメイクして、でこちらに持ってくるっていうんですけど、ちょっと時間かかります。まあ、その点ではその間に、市民からもこういうのないのっていう人がもういらっしゃるんで、それならばぜひ市民の皆さんに譲っていただけるものは譲っていただこうということで、今呼びかけをさせていただいています。じゃあ今現時点だと10月1日からオープンするとベンチやテーブルはないないです。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今は広く呼びかけてるっていうような、いやこれから、今日から呼びかけるということですね。あと、いろいろ公費節約されてるってことで、先ほど9月の補正予算に組み込んだっていうことだったんですけども、はい、予算としてはこれどのぐらい今入ってるんですか？9月の予算は、1600万ですかね。でこれは今年度のあくまでも設置費用でありまして、撤去するときにはまた看板を移さなきゃいけないわけです。でこれは仮囲いですね。これはやっぱり市の要請でやってるから、市の負担でこれもやらなきゃいけないし、来年度の負担もかかります。まあ、その点では最終的に、今年の分と来年度分で約2400万ぐらいはかかるだろうというふうに見込んでおります。ですから2年間でこれだけ使うことになるんで、私としてはもう少しでも節約をして新たな私費で物を買うとか、そういうのは避けていきたいというふうに思っています。あとこの点ちょっと最後の確認だったんですけれども、この駅前にぎわい広場については、これまでイベントとかいろいろされてきた方々いっぱいいると思うんですけれども、その方については無償でその場所を提供していくっていうことでよろしいんですか？そうですね、はい。ただ本当にいろいろとあれしてくれこうしてくれっていうのもあるんですけど、それはもう今も申し上げた通り、市が用意するというよりはもう自分たちで用意してねと、はい、そういう形で運営していきたいと思っています。わかりました。あと最後1点、また別の話になってしまうんですけれども、来月から始まるコロナウイルスの予防接種なんですけれども、はい、インフルエンザもそうですし、コロナの方も高齢者の方々やはり気をつけている部分あるかと思うんですけれども、市長から呼びかけ、接種の定期予防接種始まるということで呼びかけあればお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか？はい、今はまた下火になってますけれども、今後も、また再流行というものも懸念されます。その点では重症化に対する懸念をお持ちの方はですね、ぜひこのコロナウイルス、コロナワクチンのですね、予防接種をご検討いただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。その上で早めにですね、もしやられる場合は。はい、他にございますでしょうか？はい、民友さんどうぞ。福島民友新聞の高橋です。再開発エリアのイベントスペースの活用についてだったんですけれども、はい、その利用期間のこの午前7時から午後9時までっていうのは、その時間外はそのスペースに入ることができなくなるっていうふうになるんですか？基本的にはなんか、ですね、イベント空間としてとか日常使いもありますので、基本的にはそこを仕切るってことは24時間365日やらないっていうような形になります。ロープとかも張らないのね？そうですね、ロープとか張りません。ただ車の出入りとかする場所はあるんですけど、ちょうど駅前通り側からもともとあった市道4号線というところがあったんですけど、その場所からの出入りができないように、そこの部分にはちょっとしたバリケードみたいなのも侵入できませんよといった、そういった表示の方をするような考えております。基本的にはやはり市民の皆さんの良識にお任せしたいということで、特段やりませんけど、しかし場合によってはちょっとね、問題となるような行為があれば一定の、仕切りみたいなのを作るとか、そういったことは、検討しなきゃいけなくなるかもしれません。はい、ぜひ様式を持ってご利用いただきたいなと思います。ありがとうございます。すみません、あともう一点なんですけれども、
シルバーパスポートの点で、はい、タクシー利用でマイナンバーカードを利用されると思うんですけど、はい、今現在 の、 その市内での取得率を改めてお聞きできればと思います、はい、ですね、マイナンバーカードを、まあ、市内全体でいうと今所有率ですね、実際持っているというのでいうと 76% なんですけど、75歳以上になると 72.6% という形になります。ただ不思議なことにですね、まあ、大体これ使われる方っていうのはむしろ動く方なんで、70後期高齢者の中でも比較的年齢の若い方があるんですけど、75歳から84歳で見るとですね 79.1% ということで市全体の平均より高いんですよ。まあ、かなり8割近くなってますけども、まあ、とにかくまだ取られてない方にもできる限りのサポートをして取得して使っていただきたいというふうに思っています。はい、続いていらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではその他の質問に入りたいと思います。ご質問のある方いらっしゃいましたら挙手の上へお願いいたします。よろしいでしょうか。NHK さんどうぞ。NHK の永田と申します、はい、今自民党の総裁選挙が行われています、はい、ちょっとお答えしにくい部分はあるかもしれないのですが、今回論戦を市長としてはどういうふうに見ていらっしゃるかと、福島県内でも討論会も開かれて復興政策に関する各候補 の、 考えなども披露される機会がありましたが、改めて、今回の総裁選どのように見ていらっしゃって、今国としてどんなリーダーが求められているというふうにお考えでいらっしゃるかお聞きできますでしょうか。そうですね、まあ、それはあまり市長としてコメントすべきなのかなという感じがします。まあ、こうやってオープンな形でですね、まあ、かなりの時間もかけて、論戦をしてリーダーを選ぶというのは非常にいいプロセスだろうというふうに思っております。ただ本当にこれから大事になるのは、我々特に自治体としての首長としてもそうですし、国民の一人として思うのはですね、やっぱりよく政策論争と言いますけども、議論ははっきり言うと誰でもできるんですよね。これはこうやりますというのははっきり言えば誰でもできます。しかしそれを本当に実行するかがやっぱり一番大変なんですよ。ですから選ぶ側とすれば、やっぱり今後はやっぱり単に言ってることがいいというだけではなくて、それを本当に実行できるのか、あるいは実行する力があるのかということを重視しないと、結局それがまた政治不信につながってきてしまうのかなというふうに思います。まあ、それは政治不信というのは、だから決してその政治家側だけの問題ではなくて、やっぱ選ぶ方もそれだけの目を持たないとですね、やっぱより良い政治にはならないんだろうと思いますね。まあ、私自身はですから、公約などを作るときもはっきり言ってアドバルーンだけの公約はまず出しておりません。言ったからには全てやるという前提で私は公約は作ってますんで、まあ、やっぱり今後はその公約の実行力とか、そういったことが求められるというふうに思っています。それからまあ、私の立場からすると、今どういうリーダーかという以上にですね、こうやって現場を預かる立場とすれば、どのようにこれから動いてきて、それをに対して我々福島市なり自治体、中核市の会長とかも務めてますんで、自治体がどうやってこの対応していかなきゃいけないのか、まあ、そういったことに実は注意をしながら今この総裁選とか、あるいは立憲民主党の代表選などは見ておりました。以上です。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ではただいまをもちまして定例記者会見を終了いたします。本日は大変ありがとうございました。はい、ありがとうございました。